ストリートアートとは、街をカンバスとして、ペンキやスプレーで描かれる、落書きのこと、自称アート。英語では、グラフィティとも呼ばれることもある。適切な場所に描かれたものに関しては、市民権を得るようになってきているが、社会常識的な面においては、迷惑行為及び犯罪とみなされることもあるなお、様式化されたマークや記号化されたメッセージ等を書いて、回る行為に関しては、 タギングの功を参照のこと。ストリートアートの一例この様式は、古くは町の随所に見られた公共の、もしくは建物に付随した彫刻などとは違い、その土地の管理者もしくは施設所有者とは無縁の第三者が描く迷惑行為である。その多くは建物や施設を損する器物損壊行為の範疇として取り締まられている。近年ではごく一部ではあるが、 試験的に街の装飾や計画された都市景観の一部として採用される動きもある。題材にはエロティックで公共の場所にはやや難のあるヌードや独自のアニメやカートゥーン風のキャラクター、または写実的なものやポップなものまで様々で描く側の趣味思考によって幅広い様式が存在する。所有者に無断で描かれる場合はアートを称していても器物損壊にあたる。 犯罪行為であるので、多くは深夜にゲリラ活動的に書き込まれる。しかし、特に描き手を募集して描かれる場合は、平日の日中に制作されることもある。自称アートを歌っていても、荒廃した雰囲気を作り出してしまうなど、周囲に悪影響を及ぼすことがほとんど。街に乱雑なストリートアートが溢れることには、割れまどり論に絡んで犯罪が起こりやすい雰囲気を、 作り出すと懸念されている。個人の住宅の外壁や商店のシャッターに書き込まれる場合が多く見られ、所有者に深刻な損害を与える。その一方で、少子高齢化の進む日本において、商店街に閉店した店が目立ってしまうことから、閉店している店のシャッターを装飾することで、商店街の活性化を期待する活動も、一時期行われた。が、 一時的なものであり、それで活性化した例は、聞こえてこない。シャッターに描かれたアートはそのままいつでも見られる状態、または店舗ごと消えている場合が多い。この場合、市民から作品を募るところもある。特に完成度の高いストリートアートは従来、その上に乱雑なタギングなどの書き込みをしたり、貼り紙広告を行うのを躊躇させる効果も見られた、ため、 公共の場所への落書き防止のために用いられる場合もあったが、そもそもストリートアートの描き手は公共物に落書きをすることを良しとしているタイプの人間であるため、そのモラルの無駄から臆面もなく汚される。現状で落書き防止の効果はほとんどないと言っていい。ヨーロッパやアメリカ、近年では日本でも特定の壁面を解放し自由に描いてもらおうという。 リーガルグラフィティのための壁面を用意する自治体や建物所有者がごく一部試験的に現れるようになった。描きたい人間には見回りの目を気にしない発表の場を存分に提供し同時に非合法な落書きを減らし都市の装飾や観光にも使おうとのアイデアである。これには非合法の落書きを減らすことにはならないと歓迎しない立場と歓迎する立場とがある。 なお、2005年には、水戸芸術館で美術の立場から、海外や日本のストリートアートを考える展覧会が開かれ、一環として、水戸市内にも合法的に制作された、ストリートアートが出現している。ありがとうございます。